私の番かしら。私の番ですよ。絶望的だった将官を助けたことばかり知られてますけどね。先生のおかげで随分重傷の兵隊が助かったらしいですよ。 そうすると先生は法典の戦いにも。はい、第三軍でした。第三軍ですか。すごいな。その上勲章まで。あくまでも軍医ですから、もっと恐ろしい地獄を見た人はたくさんいます。これは随分派手にやりましたね。どうしたの？ 殴られたんですよ。ほら、あの貧民窟の子供にあなたお菓子をあげようとしただけなんでしょ。殴られただけでよかったんだよ。下手に近づくともっと怖い病気にかかってしまうからね。僕はこんなのへっちゃらだって言ったんだ。お母様が先生に一目お会いしたいって言ったんじゃないか。 君が家に入ってくれたことを喜んでくれてるんで、本気で説明して分かってくれなかったことはないからね。僕はついてるよ。でもあれだけは秘密だよ。未来永劫の。父も母もそっとするからね。僕たちの最初の出会いは川のほとりで。 その時君が裸ん坊だったなんて知ったらね。<笑>リンさん、シゲが帰ってきましたよ。お食事の支度始めましょうか。